ここが僕の働く場所、マンションサロンです。僕は今大阪市東淀川区にあるローレルスクエア大阪リンクマンションサロンで働いています。マンションの購入をご検討されているお客様に対して、我々が販売しているマンションを営業する、ご案内するというのが今の仕事になっています。やはり営業になるので平日と土曜日日曜日、休日では、ガラッと内容は変わってきます。土曜日日曜日ではやはりお客様がご来場されることが多いので、もう基本的にはずっとお客様にマンションのご案内をしています。で、平日であれば午前中に、お客様に対してのこうお礼状であったり、そういう手紙を作ってですね、お昼またいでからは、今後の広告内容の策定打ち合わせであったり、銀行をはじめとした金融系の関係業者様との打ち合わせ、あとは社内のこう事務的な作業というのをお昼以降にして、夜帰るというような流れになります。気をつけていることは、準備は、自分の中で一番注意しているところかなと思います。やっぱり正直仕事は予期できないことがほとんどなので、その予期できないことが起こった時に、注意できるように、予期できることは先に片付けておく、準備しておくっていうのが何よりも大事なのかなとは思っています。1年目初めの初期配属では仲介事業部という部署、基本的には本社で座ってパソコンを前にして、している業務がメインだったんですけれど、3年目の秋に自分が営業したいなと思っていたこともあって、今の販売部に異動になりました。そこからはずっとマンション販売の営業を担当しています。それは本当に大きなやりがいというのは日々感じていて、一般論としてマイホーム、マンションを買うっていうのはおそらく人生で一度ないしは二度あるかないかぐらいの大きなイベントだと思うので、そういったところを立ち会えるということ、またはサポートできるというところは自分にとって、貴重な経験だなと感じています。大きい失敗は自分が準備できていないことをお客様から、問い合わせ、ご質問いただいたときに分かっていないのに、そうやと思いますよぐらいの軽い返事をしてしまって、その後にやっぱり実は違って謝りに行くことになったというのが自分の中で一番大きい失敗だったと思ってます。お客様にこう嘘をついてしまうっていうのは営業として一番やってはいけないことなので、本当基本中の基本ができてなかったなっていうのは一生忘れないと思います。直近はまだこうやってお客様一組一組ご案内するっていうところが楽しいなと思っているので続けていきたいですけれども、いずれはこうやってお客様と対応した経験を生かしてマンションをこう作る側、用地を仕入れ、計画といったところも今後は挑戦していきたいなと感じています。不動産っていうのはやっぱりどうしても金額っていうのが他の買い物に比べると桁違いに高いものになるので、こう責任感っていうのは伴うと思うんですけど、だからこそこうお客様に評価いただいてご購入いただけた時っていう達成感っていうのはやはりこう他の業務とは少し違う達成感感じれると思うので、そういったところは本当に営業マンションサロンで働くっていうところのやりがいになってくるのではないかなと思います。おすすめです。管理職とかそういった業務になっていくと実際にお家を買われるエンドのお客様と会う機会も減ってきてしまうので、
こういうふうに若い時に営業経験させてもらえるっていうのは自分にとっては非常に大きいです。ありがとうございました。